どうもー、へいちゃんでーす。世の中、なんで噛むねん、こんなところで。一発目始まりで噛むってどういうことじゃない？まあ、ええわ。それ置いといて、もう一回やるよ。世の中、自虐ネタって流行ってるやん。なんや、自分をディスるっつうの？ディスるって何やねん。ようわからんけども。これ自虐ネタやったらおもろいんかなってずっと考えとってん。せやけど、俺、自虐って何があんねんやろ。ずーっと考えとってん。で、ふっと気がついてん。鏡見た瞬間に気がついてん。なんで手の長さと足の長さこうなっちゃうねん。おかしいやろ。これ、実寸やで。実寸で言うたら、手の付け根から先まで30センチぐらいで、足、15センチ歩かないかやで。このバランスってどないなん？こう見た目的には、多分これで可愛い思われるんやろうけど、これ俺歩きづらいで、いくらなんでも、こんな足短いありなんかいな。もうほとんどミスター・ビーンと変わらんやんけ。手も長すぎやけど、よう考えたら、俺って、何頭身？なあ、何頭身？もうあれやな。青いタヌキのロボットと変わらへんやん。しかも、よう見て。ポケットついてるで、この服。一緒やん。あれと一緒やん。